立谷遥は、ホリプロのスポーツ文化事業部に所属する、フリーアナウンサーである。NHK と山放送局、NHK 名古屋放送局に契約キャスター、文化放送に契約アナウンサーとして勤務した。東京都の出身で、学生時代はソフトボールで一番遊撃士を務めた。法政大学文学部の在学中にアルバイトで、ルミネ座・吉本の受付業務に携わった。 法政大学の卒業後に NHK 富山放送局、NHK 名古屋放送局の契約キャスターを経て2017年10月1日に超麻美と共にアナウンサーとして文化放送に入社した3年間の有期雇用契約が満了する2020年9月30日に退職した10月1日にホリプロのスポーツ文化事業部アナウンス室に所属し 文化放送と契約期間中に担当した番組の一部にフリーアナウンサーとして出演している。趣味は小説の執筆、マラソン、登山、短歌作り、スポーツ観戦など。マラソンはホリプロへの所属を始めた時点でフルマラソンをベストタイム4時間18分35秒で5回完走し2016年9月にランニングアドバイザーのライセンスを取得した。 文化放送のアナウンサー時代の2018年7月に野球知識5級の検定試験に合格し、ジャガイモ好きが講じて、局内でジャガイモクラブとして苗の植え付けや収穫を体験した。地船エース、エルフ園埼玉の PR サポーターを務めている。印の番組は文化放送で、同局の契約アナウンサー時代からレギュラーで出演。この節の出展は一部を除き、 公式プロフィールに基づく。AB ホリプロ公式サイト内の公式プロフィールを参照本人ツイッターより、NHK、チューブの、週末の顔一新、おはよう、日本の賞賛系アナモ。満点ンンウェブ、https、満ンタンウェブドット .jp、アーティクル、2016万303ドック00、メートル2億3万 CHTML ハット、文化放送。 元 NHK アナを採用庁、浅見アナ立谷遥香アナ。スポーツ日本。https、www.spanicky.co.jp、エンターテインメント、ニュース、2017-09-20、記事、2017-919-0041-00251-00、CHTML ハット、文化放送アナウンサー庁、浅見。 立谷春か卒業トークライブ、立つ取り詰め跡を残す、無観客で生配信。文化放送、2020年9月15日閲覧。平成から令和へ4、30話6時間特別編成。ありがとうございます。